はようゴンザレスパラレルです。さあ今日はエポックプレミア2023東京ヤクルトスワローズを1ボックス開けたいと思います。はい、ということで2ボックス目ですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、じゃあ6袋ですね。じゃあいってみましょう。1パック目、はい、最初に出てきたのは小沢投手ですね。去年も2勝してるんですね。はい、お、山田哲人選手のホログラムが出ましたね。はい、山田哲人選手のメタルパワーが出ました。これ金版ですね、金文字版ですね。はい、で、お、西村選手の、あ、これ赤く、数字が書いてあるので、これはバリエーション版ですね。はい、で田口投手ね、頼れる抑えで、代打の神様川端慎吾選手です。川端選手はすごいっすよね。はい、次木澤投手で、村上選手の、プリントサイン銀版ですね、こちら。はい、で吉村投手で、つば九郎、小早川選手で、清水選手。はい、奥川選手、あっと、また直筆出ましたね。いや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 、最後見ましょうか。じゃあ、青木選手、田口選手、川端選手。はい、次です、4パック目。サンタナ選手、オスナ選手で、お、高橋奎二投手の、ホロ版ですね、メタルパワー。50シリですね、これ。金文字で光ってると50シリなんですね。はい。で、沢井選手、ルーキー。宮本選手ね、いい働きするんですよ。で、高津監督。よし、5パック目。高梨選手、なんだこの光り方。石山選手で、お、村上選手のこれなんだろう、何番なんだろう。プリンテッドシグネチャーのね、70枚限定ですね。そうですね、これかな、 PV08 村上選手。これですね。はい、で北村選手、はい、お、久保選手ですね、中継ぎね。で赤羽選手。はい、じゃあ最後のパックです。もう1枚出るかな、あ、もう出ないか、シリアル2枚出ましたもんね。はい、石川選手で、丸山選手のメタルパワーですね。で、はい、坂本選手、丸山選手、今野選手で、最後は青木選手でした。ではサイン見てみましょうね。はい、じゃあ選手から見ましょうか。はい、誰でしょう。お、今野選手だ。今野選手のサインカードでした。はい、今回はこの村上選手、嬉しかったですね。光り方は綺麗ですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしています。それではさよなら。